はい、承知いたしました。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございます。失礼いたします。先ほど選考委員会の本部から、ご連絡いただきまして、皆さんの全力プレーをもって全国の多くの方々に、勇気&元気を届けてほしいと思います。まあ、率直に嬉しい気持ちと、まだ信じられないというか、まあ、秋コールド負けという形で終わってるんで、まあ、その分、まあ、嬉しさが大きいような気がします。まあ、去年もう 100% いけるっていう決まってた状態での選抜大会が、まあ、中止という形になってしまったので、まあ、今3年生が寮にいてるので、まあ、決まったっていう、まあ、笑顔で伝えて、まあ、しっかり練習を積みたいと思ってます。頑張ります。じゃあ素直な感想をちょっと聞かせてください。嬉しいです。すごく嬉しいです。頑張ります。もう嬉しくてありがたいなと思わせていただきます。今日もう一緒に喜びます。決まったと伝わった時の気持ちがどうですか？もう率直に嬉しかったです。選ばれると、うん、いや全くその去年の結果からして、でもやっぱりコールド負けしてるっていうこともあって、まあ、全然その選ばれるとは思ってなかったですね。そのストレート中心のピッチングっていうのは自分の理想であるスタイルに近いと思います。その自分の中でもやっぱりその50っていう数字はやっぱりこの春達成できればいいなと思ってます。春当院と当たりたいですか？もう絶対当たるまで負けれないんで、当たった時には絶対勝つという気持ちで、まあ、大阪桐蔭と戦いたいです。頑張ります。まさか選んでいただけるとは思ってなかったんで、もうすごく嬉しいです。やっぱりチームは日本一目標にしてやってるんで、それに貢献できるようにこの冬チャンスで一本出せるような練習してきたんで、それの成果が出せるように取り組んでいきたいと思います。頑張ります。一言で言うとありがたいの一言です。もう近畿大会の戦い方を見ればどちらに転ぶか分からなかった選考だったので、本当にチャンスをいただけてありがたいなと思ってます。去年の選抜は中止になりましたが、今年は開催されることを期待して、まずは初戦1勝を目指して頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。